音だね。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。アンカーのサウンドコアモーション X600 です。さあこちらはですね、アンカーの先日の発表会ですね、そちらでババンと登場したモデル、空間オーディオとかハイレゾ LDAC ですね、そちら使えたり 50W 出力、さらに IPX7 なんでお風呂場とかキッチンとかでも使える、最大12時間使えてイコライザーもあって外部入力もあるというですね、欲しい機能がもう全部入った盛りだくさんモデルです。こちらはスペースグレーで、あと他2色あるんですけれども、そちらはね6月の終わりぐらいですかねに出るという予定になってるみたいです。発表された時からワクワクしていましたよ。さあ果たしてこれどんな音がするのか、気になってる方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメント書いて教えてくださいね。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがアンカーのサウンドコアモーション X600 です。開けていきましょう。たらーん、出ました。サウンドコアモーション X600、 ケースかっこいいわ。でさらに開けて、おー、なんかこんな近未来的な感じなの。これ本体だね、後で詳しく見るとして。だ、入ってたのはクイックスタートガイドに大事なお知らせの紙、 USB-C のテーブル、ほんでこちらが本体になるわけです。今までのサウンドコアシリーズのスピーカーに比べるとね、めっちゃしっかりしてますよ。取っ手の部分にサウンドコアのマーク、電源とか Bluetooth、 あと空間オーディオのマークかな、あとベース、バスですね、それにサウンドコアのマークとボリュームマイナスプラス再生停止がありますね。で表面こんな感じになっていて、で横っちょには空間オーディオですよ的な感じの文言が書かれてます。あとめっちゃいい音なんだぜ的な文言も、これ別にいらないかなと思うけど、まあまあまあこういうデザインになってるってことですね。で後ろ側もですね、抜けるようになってて、でモーション X600 でここ開けると電源と外部入力になってるっていうことですね。でまずまずのね大きさではあるんですけど、そんなめちゃくちゃ重たいっていう感じはねとりあえずしないですよ。これねバッテリーでもいけるから、こんな感じでまあ持ってね、あちこちで使うっていうこともできるっていうことですね。世界初空間オーディオに対応したポータブルハイファイスピーカーです。 LDAC 搭載、 SBC と比較しても最大約3倍の情報量を送信することができるので、原音に近いクリアな音楽を再現できます。 IPX7 の防水規格、こだわりを尽くした洗練されたデザイン、アンカー独自の空間オーディオアルゴリズムと5つのドライバーにより空間全体を包み込むような立体音響を実現、左右のウーファーとツイーターに加え上部に配置されたスカイチャンネルに音を分配、立体的なサウンドを実現します。ダイナミックかつ繊細な音、 50Hz から 40kHz の周波数に対応、最大12時間の長時間再生、サウンドコアアプリからイコライザーを使うこともできます。とまあ説明はそんな感じなんですけど、じゃあこれから電源入れて使っていきましょうかね。はい、じゃあ起動していきましょう。ポチッとな、あ、いい音。アプリと接続するとこんな感じの画面になります。モーション X600 っていうことでバッテリー残量とか電源とかね、いろいろ出るようになってます。あとはスピーカーの音量もこんな感じで変更することができて、イコライザーですね、これだ、プロイコライザーってやつか、自分で変えられる。あ、すでにデフォルトでかなり低域出てんだね。バス、ベースアップ押すとこんな感じでバッと切り替わっていきます。であとはボイスにすると中域ですか、グッと引き上がるっていう感じ。あとはトレブルですね、広域ですね、ちょっとバランスで、カスタムで自分でも作れると、80から 13kHz ですね。一応横にすると20までいける。あ、すげえ細かくいけるのかこれ。あ、なんかめっちゃ細かくいけるんだ。あー、なるほどね。 16kHz とか、まあ、この辺聞けるかどうかかなり微妙なところになってくるけど、低域はどこまでいけるんだ。あー、かなりいけるわ。48が限界ですね。こんな感じで指でクイクイクイっと動かすことができます。とりあえずデフォルトでいいかなと思いますね。ファームウェアのバージョンとかですね、シリアルナンバーとか、あとは音声プロンプト、オートパワーオフとかね、いろいろありますね。あとファームウェアの更新もしっかりあります。最新版になってますよ。そしたらじゃあまずは SBC だけでね、音聞いてみましょうかね。 No boundaries, I get too close. No little by little here, cause I get my own.
pour out my heart, heart. Little by little, hear the war. I'd rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. Little by little, hear. No, no. Got stuck on working on myself. Thought I was wrong and needed help. 普通にいい音だね。デフォルトの段階でかなり低域は効いています。低域グッと引き上げるとテーブルがね揺れるぐらい音がかなり響くようになりますね。そしたらですね、LDAC でもちょっと聞いてみましょうか。はい、DAC と接続して LDAC オーディオ品質優先にしてみましたよ。Cause I get my all, oh, no little by little, I pour out my全然いいね。まあすごいなっていう風に思いますよ。情報量がね、一気にぐっと増えたなっていう印象。あと、ここだね。このボタンを押すと、空間オーディオのね、オンオフ切り替えることができるんですけど、空間オーディオを使う前は、基本こっちからバーっと音が出る感じなんですけど、ここ使うとね、多分こっから出てんだよね。天井とかと反射して、ふわーって聞こえるっていう感じになるんで、音に包まれるっていうのかな。それは空間オーディオの方が全然楽しいと思う。この段階で相当楽しいんですよ。だからお風呂とかに入れるともっとすごいんじゃない？お風呂ってさ、音響くでしょ。それ有線ちょっと繋いでみようかな。 Cause I get my all, oh, no little by little, I pour out my で聞いた方が高域のこうピーンってくる感じがないね。無線で聞くと高域が変にエフェクトかかるっていうかキーンってくるところがあったんだけど、有線だとそれがですねなくなってかなりナチュラルです。アナログが結局最強なんだなっていうのを改めて感じますよね。あとは空間オーディオのオンオフ有線でももちろん聞くことができるんで非常に楽しいなっていう風に感じました。そしたらちょっと聞かせられないけどヒットチャート系も聞いてみましょうかね。ヒットチャートの曲やっぱ楽しいね。なるほどね、分かったぞ。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はアンカーのサウンドコアモーション X600 ご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、各音域しっかり出ています。低域も高域もですね、しっかり深いところ、あと高域が鮮明なところまでですね、しっかりカバーできてますね。アンカーの中で2万円近くするものはもうハイエンドもハイエンドだから、やっぱしっかりね作られてるんだなっていうのを感じましたね。で、LDAC も使える、 SBCも使える、有線も使える、で低域増やせたり、イコライザー使えたり、あと空間オーディオね、こちらを使えるのは非常に楽しいと思います。文字通りこう音が降ってくるっていうか包まれるような感じになるんですよ。なので音の立体感、ホールっぽさっていうのはねすごく感じられていいかなっていう風に思いますね。とってもあるのでこのように持ち運びできますね。で、大きいは大きいんで、まあまあちょっとした重さはあるけど、そんなに超不便っていう感じじゃない。両手を使わなきゃ持てないとかそういう感じではないんで、携帯性としても問題ないかなっていう風には思いますね。あと長時間再生、12時間使えればまあ十分でしょうっていう感じがするからさ、例えばキャンプ行くとかですね、どっか出かけるとかね、あとは体育館で練習をするとか、そういった時にも 50W あるから相当出るからね。なので出力的にも全く申し分ないし、体育館とかでやるっていう場合には別に空間オーディオいらないからグワッと遠くに届かせた方がいいからね、それオフすればいいから、用途に合わせてですねいろいろ切り替えていけるっていう楽しさはあるかなっていう風には思いましたね。あとアプリ使えるからアップデートももちろんあるし、自分好みにですねイコライザーでいじるっていうこともできるんで、かゆいところにねだいぶ手が届いた商品かなっていう風に思います。で、そうね、まあえて残念なところを言っていくと、空間オーディオはちょっと癖があるよ。例えば SBC の状態で空間オーディオを使うと結構刺さるんだよね、攻撃が。有線じゃない多分持たないんじゃない
んじゃないかなっていう気がするんですよ。めちゃくちゃハイトーンボイスのボーカルとかだとクッってくる時があるかなっていう気がする。なので順番的にはですね、有線の空間オーディオ、次 LDAC SBC っていう感じになるからね、そこだけ注意してもらえればいいかなっていうところかな。個人的にはエコースタジオの方が好き。こういったですね、ラジカセっぽさっていうのかな、そういうのはないからね。持ち運ぶ云々に関してはこっちの方が全然いいんだけど、音全体の作り、空間オーディオとかの作りは個人的にはエコースタジオの方がいいかなっていう風には感じましたね。でもそんなもんでお風呂場に使いたいなって思ってます。うちの娘が最近音楽大好きで、これでね、いろんなものを楽しむっつうのはね、全然ありかなっていう風に感じました。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあります。ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。というわけでまた明日、じゃあおー。